はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、プレミアム生ビール、キンクラです。これ確かコンビニで売ってましたね。蔵元が仕込んだプレミアムビール。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 5%。これどこだこれ。販売者が、関の一酒造。かっこ株式会社。岩手県の会社。販売者っていうのは気になるけど。製造者ではないんだな。岩手蔵ビールって書いてあるね。岩手県の会社ですね。今日はですね、じゃじゃーん。こちら、ナムルですね。もやしと、きゅうり。で、俺が作りましたナムルをいただきたいと、食べながら、ね、飲みたいと思います。岩手金蔵。岩手ビール。岩手グラビール。関の一酒造。岩手グラ。そんでは乾杯。あ、これ以前飲んだ。あの瓶のやつ飲みましたね、これね。そういえば。確か。岩手グラビール、この前飲んだな。岩手グラビールのバイチェンだったっけ？ああ、バイチェンですね。うん。あ、うまい。これは何だろう。金蔵って書いてあるから。これ何なんだろう。岩手グラのバイチェンではない、ゴールデンエールとかかな。なんか味的に考えると。うん。ちょっと苦めで、ちょっと柑橘系の、まあ、エールビールですかね。あ、こちら実は3種類あるみたいですね。赤蔵と金蔵と黒蔵っていうのがあるみたいです。ですが、金蔵しか売ってるの見たことないですね。蔵元が仕込んだプレミアムビール、日本人に一番馴染み深い喉越しすっきりピルスナータイプって書いてある。ピルスナーっぽいです。ピルスナーにしちゃだいぶ、苦味と香りが強いですね。エールビールかと思ったら、ピルスナーなのね、うん。エールっぽいけどな、うん。ピルスナーっていうことも、これピルスナーなのか、これ。本当に？これピルスナーって言うと、もう、エールに限りなく近いと思うんだよね。うん。うまい。これは美味しいですね。最近かなり寒くなってまいりましてですね。非常に寒いということで、俺はもう、長袖長ズボンの、もう冬ですけど、冬の用の、あれですね、支度ですね、完全に。寒くってさ、俺寒いの苦手なんですけど、本当に、あれですね、急に寒くなって、いやー、きつい。
プレミアムビール。まあ、うまい。香りも良し。苦味もそこそこにあり、まあ、ちょうどいいですね。うん。うん。ちょっと後を引く苦味かな。うん。ちょっと苦味が強いですね。うん。美味しい。うん。非常にバランスがそこそこいいですね。ただ値段が結構高かった気がする。これ300円ぐらいした気がするな。うん、でもちょっとピルスナーにしちゃ苦いですね。ちょっと苦い。うん。苦い。ちょっと苦い。ちょっと苦いかな。うん。喉越しっていうか、うん。ちょっとね、苦味が強すぎて、ちょっと後残る。ということで、この、なんだっけ。このへんてこな漬物みたいなの食べてみますか。どれどれ？いただきます。ん？ナムルね。ちょっとしょっぱさが足りねえな。あ、うん、あーでも、うん、あ、これうまい。ちょっときゅうりはしょっぱさ足りないけど、もやしがめちゃくちゃうまい。これうん、きゅうりあれやな、塩味足りねえな。まあいいか。これもやしめちゃくちゃうまいぞ。これうまこれ。あのね、まあうん、ごま油と醤油とあとラー油とあと、いりごまですね。うん。ごまの風味がよく効いてます。塩味も。あ、ちょうどいい。うめえ、これ。うわ。これはうめえ。むちゃくちゃうめえ、これ。これは自分で作った、なんていうの、つまみ？これおつまみ用に作ったんですけど。最高にうまいな、これ。今まで一番うまい。うん。あ、これうめえわ。これあれだ。きゅうりいらんぐらい。まあ、きゅうりも美味しいんだけどさ。うん。ああ、もやしが異常なほどうまい。ああ。うんめ。まあ、作り方としてはですね、きゅうりを塩もみして、で、もやしもね、塩もみをして、よく水分を
もやしの水分をぎゅっと絞って、で、あとは、袋に入れてごま油と、ごまと、ラー油と醤油。これだけ。うまっ。これ最高傑作じゃないか、これ。これはうまい。あ、でも、うん。ちょっとあれやな。あの、もやしがちょっとしょっぱいかな。もやしとこう、きゅうりを一緒に食うことで、非常に、もうちょうどいい。うん。あ、うまい。これは、店で出されてもおかしくない。でも簡単に作れてうまいな。あ、もやしはね、あの、煮ました。煮込んでっていうか、さっとし、あの、茹でて、で、塩振って、塩もみして、うん。うまっ。もやし、ここまで。うん。もやしがここまで。あの、うまいと思わなかった。これうまい。まあでもナムルとかでググれば簡単に作れるやつ出る。まあ俺それクックパッドのやつで見てこれ作ったんですけど、うめえやこれ。うん。だってもやしがさ一袋22円ぐらいだったから。それ3袋買って、で、あの、きゅうりは4本。きゅうり4本のやつ買って、あ、これうまい。いわゆるおひたしみたいなもんやな。いやー、これうまい。まあ、個人的にさ、あの、おつまみっていうか、ビールとかのつまみはさ、こういう野菜とかじゃなくて、あの、ウインナーとか、肉系食いたいんですけどね。うん。あとほら、あの、餃子とかさ。最近あの、ウインナー食ったけど、うまかったな。シャウエッセンのウインナー。やっぱシャウエッセンはうまいね。食った。
まあ、ただ若干高いんだけどね。ウィンナーはね、あの、量的に考えるとさ、やっぱり、あの、安くてっていうと、まあ、チーズだな、ベビーチーズ。あれ一択っすね。ベビーチーズ一択。ああ。ベビーチーズだな。ベビーチーズのスモーク味、あれ100円で売ってるし、あれ4つで100円でしょ？うまいよな、あれな。あれはビールに最高に合うんだよな。まあ、これはまあ、このキンクラは、うん、まあ、美味しいですから、まあ、ただ、ちょっと高いけどね。424で少しありがとうございました。